初メンバー元大関琴欧洲の鳴門親方ですが、鳴門親方から最初の白星が非常に大事になります。向正面の立田川さん、はい、やはり立場が変わって一発やってやろうという思いがしっかりとしますね。右の手首は見たらずテープで固定はしていますが、昨日はその右もまわしを一旦掴んだというのがありました。新大関の2日目、制限時間いっぱい。馬次郎が待ったなしの声をかけました。さあ動いて、すぐには取らせませんが、栃ノ心突き放した、押し出し、栃ノ心2連勝。どうする内容、強さを見せた栃ノ心です。ただいまの決まり手は押し出し、強かったですね、押し出しで何もさせませんでしたね、はい、もう回しとか刺すことね、はい、こだわらずにどん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 前に出ましたですね。改めて見てみますが、右をこうちょっと立ち上げ気味でしょうか、差しに行ったんですかね。千代の国も左にずれてうまく取ってはいたんですが、構わずにここから勝ち上げ気味ですかね。千代の国もこれ考えていったわけですか、ね、考えていてですね、頭下げて栃ノ心引いてくれば自分もチャンスあるかなって思ったんですけどね、